ルヌ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 ルなんですね、これも。そうバータレスのマイクロモーション。あー、そうですね、2ってやつですか。はい、2はステラだけです、まだ。そうなんですね。新しいステラからマイクロモジュールギア2。はい。リバーマインプロジェクトですよ。就是这个东西。以前是那个其他的配件，对对，但是现在变成一体的，所以更耐，更强，更耐。普通の今出てる原稿のアンタレスシリーズか、はい、MD にしようか、はい、迷ってる人ってどこら辺が判断基準になってくる。あ、使うルアーの大きさとか、はい、まあ糸の太さですね。はい、はい、一番は。はい、あの辺作ったら一発で分かる。そうですね。飛距離が変わるとかそういったところってのはあるもんなんですね。まあモルワーによりまちまちとしか言いようがないですけど、ね、あのブレーキの調整はまあだいぶ敵はそんなには同じモードなんで変わらないです、はいはいはい、ただ糸巻き量がやっぱ違うんで、はい、その分ちょっとスプールが回りにくいんで若干は落ちるかなと思います、ね。はいはい、まあ、海ででっかい釣り物とか狙うんだったらとか、ね、はい、ね、海、通常のやつはちょっと海水 NG なんで淡水オンリーになってくるんで、これは両方いけますし、あ、そうか、エクセンスじゃないとダメなはずだから、ね、はい、あ、わかりました。あ、トップに持ってくる。そうですね、一番上は変わり方が一番上は